カムチャツカの火山群はロシアにあるユネスコの世界遺産登録物件。カムチャツカ半島の2つの自然保護区と3つの自然公園を対象とする形で1996年12月に登録され2001年に自然公園が1つ追加登録された。環太平洋つり山帯の中でもカムチャツカ半島は特に火山の博物館の異名を取るほどに 多彩な噴火様式の火山やそれが生み出した地形が存在している。また、火山の多さや土壌の特質などのために開発があまり行われてこなかったことから、景観美や生物多様性も十分に保持されている。登録にあたっては、こうした地学的重要性、景観美、生物多様性など、多角的な点における顕著な普遍的価値が認められた。 同じクロシアの世界遺産であるバイカルコなどとともに自然遺産としての登録基準4項目すべてが適用されている世界遺産である。登録対象はいずれもカムチャツカ州にある。クロノツカやサンクロノツキー国立生物圏自然保護区はクロノツカやサンの西側ベーリング海沿岸部に存在している。 保護区で面積は1 0万7100ヘクタール iucn カテゴリーは嫌である1932年に国立自然保護区が設定され一時的な中断はあったものの1966年に再設定された1984年に生物圏保護区にもなっているこの保護区内にあるゲーゼル渓谷はその名の通り多数の間欠泉からなる渓谷で ゲーゼルナヤカルデラ内を流れるゲーゼルナヤ川に沿って広がる全長約6キロメートルの世界最大の熱水地帯の一つである。2007年の豪雨によってゲーゼルナヤカルデラの外輪山南東側が崩壊しゲーゼルナヤ川に石とメコが形成された。これによって形成直後は間欠泉の2、3が水没したがその後水位が低下している。 この保護区の植物種は745種が確認されている。その中にはサハリンモミなどのような固有種が16種含まれている。それ以外の植物としては以下のものが確認されている。動物種としてはクマやトナカイなどの陸生動物のほか保護区内の海域に以下のような生物たちが暮らしている。ブイストリンスキー自然公園は 信用樹林帯が広がっている。保護区で、面積は132万5000ヘクタール。IUCN カテゴリーは4である。1995年に設定された。ブイストリンスキー自然公園には、多くの温泉が含まれている。公園内には、エッソ、アナブガイの2つの村が含まれ、エベンジンなどの少数民族が居住する。エッソには、エベンジンの生活などを展示する。 博物館の他に露天の温水プールが設置されている。この保護区に生息している主な哺乳類は以下の通りである。また、保護区内の川には次のような魚類も生息している。アバチンスカヤサンコリアークスカヤサンナルイチェボ自然公園は1945年に噴火したアバチンスカヤサンやコリアークスカヤサンなどの火山と森林地帯を含む保護区で 1995年に設定された。面積は287,200ヘクタール、IUCN カテゴリーは4である。保護区内のナルイチェボ渓谷には、多数の温泉と冷泉が点在する。この保護区には、厚森草、エゾスズラン、ヒメムヨウランなどの希少種が生育している。イカンタバ植物549種、哺乳類33種などが確認されている。 カムチャツカ半島では、渡り鳥も含めて鳥類が多く観測されている。この保護区では、以下のような鳥が観測されている。南西ツンドラ自然保護区は1990年に設定された保護区で、面積は12万3000ヘクタール、IUCN カテゴリーは4である。南カムチャツカ自然公園は、1995年に設定された。 保護区で、面積は486,900ヘクタール。i u c n のカテゴリーは4である。温泉がある、ホドゥトカ山、カルデラ湖が形成されている、クスダチ山などの火山が、この保護区に含まれている。この保護区には170種類以上の鳥類が生息、約590種類の植物が分布し、植物のうち五種が、レッドデータブックに登録されている。 クリュチェフスカヤ山クリュチェフスコイ自然公園は半島の中央部に位置し世界遺産対象内では最も植物種の豊富な保護区である。公園内のクリュチェフスカヤ山は活火山としてはユーラシア大陸最高峰である。面積は37万6000ヘクタール i u c n のカテゴリーは V。1999年に設定され2001年に 世界遺産登録対象に加えられた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。